思うに、すべての出会いと別れは運命に導かれてる気がします。どんな出来事も人生にとってはかけがえのないピース。運命なら出会えるのか。初めて会った時からずっと俺と付き合ってください。八重ちゃん、どうしてこんな仕事話すほどのことは、何かあるんでしょう。人生に影響を及ぼした出来事とか、運命の巡り合わせとかね、やっぱり人間って思い出や出会いでできてるわけだから。ただの結果です。出会いはただの偶然。私、運命とか信じない主義なんで。それでいいの？自分の気持ちに嘘をついて。